松潤さん、どうもおはようございます。速稼塾の久保です。いろんな動画増えてきましたね。で、これからはね、この企画を、まあ、いろんな形でね、ご自身で立てていかれることだと思います。まあ、最初はね、私が動機づけのためにいろいろとこうね、お話ししたこともあったんですけども、十分ご自身でこれから展開することができると思うんですよ。そしてこの動画のやり取りいかがでしたか？やっぱりなんとなく引っ張られるように、次の動画、次のアクション、次の考えっていう風になってきたんではないかなと思うんですよ。まあ、速稼塾っていうのはね、こういう風なレスポンスの速さといいますかね、絶え間ないレスポンスが、コツでして、コツというかね、特徴でして、大抵はサポートをお願いしてもなかなか返事が来なかったり、メールで文章 2,3 行だったりとかすることだと思うんですよね。で、私の場合は速稼塾の塾生さんって、1000人ちょっとですから、その中で日々ご質問いただく方って全体の1割に満たないんですよね。ですので、1日に 4,50 人の方とのやり取りが私のメインの、お仕事というかね、役割になっております。ですので松潤さんがね、5本10本と動画を上げられてきても十分対応できますので、これからもね、このペースでやっていきましょう。で、今日はですね、松潤さんが初心に帰ったというか、何というか、カーテンの前でやられてるのを見て、もう随分懐かしいなと思ったんですけども、本当にこの2週間ぐらいね、展開が早くって、松潤さんがしっかりとご自身の、人生と音楽を見据えた結果だと思うんですよね。本当に私も学ぶものがたくさんありました。ありがとうございます。で、これからもね、こういうふうなやり取りは続くと思いますけども、この松潤さんとのやり取りシリーズが今ね、42話になりました。おかげさまでやり取りをして、だから私が送って松潤さんが送ってくるって感じなんで、だからそれぞれ20回ずつやったってことですかね。これをだからね、100回とか1000回とか続けていければ、そこに一定のコンテンツ力っていうのができてですね、で、信頼も集まって、ファンも集まって、松潤さんのミュージカルライフが新しく第2幕を開けるのかなというところでございます。いい歌も歌ってらっしゃいますし、ピアノに合わせて、伴奏に合わせて、やっぱり雰囲気ある歌い方だと思うんですよ。あとはね、いち早くモニターさんをね、なんとかしてその人を育てる過程を表現できたらいいかなと思いますんで、これはね、頼んでモニターさんやってもらうとなかなか伸びなくなるんで、やらせてくださいっていう人をやっぱ募集していかないといけないかなと思います。というところでね、今回の、提案ですけども、ライブをやってみたらどうかなと思うんですよ。私と松潤さんの Zoom での対談ライブです。そこに他の人をお迎えするって形です。どうかご検討いただければと思います。今までね、この Zoom 対談ライブっていうのは速稼塾の特徴ともいえるもので、定期的にさせていただきました。長い時には2時間、短ければね、30分ぐらい、いろんな時間でできると思いますし、他の方とのコメントを交えたりとかね、何かのね、Q&A の課題を設けたりとか、さまざまこれもね、ユニークだと思うんですよ。で、それからね、やっぱりこう僭越ながら、私のアカウントの中に松潤さんが出るっていうことでね、きっとファンの方も増えるんではないかなと思います。通常ですね、 YouTube を始めていて、お金を払えばまだしもなんですけども、広告料を払えばまだしもなんですけども、チャンネル登録1万人の中で紹介してもらえることってのは、めったにチャンスね、下手したら一生ないと思うんですよ。もちろん10万人100万人のチャンネル登録者数の方の YouTube アカウントに登場する機会は私でもありませんけどもね。ですんでね、私はね、おかげさまで1万人を超える、1万3000人ぐらいのチャンネルに今育って、しかも日々まだチャンネル登録も起きてるところでございますんで、そういうところにね、一つでも多く可能性をお届けできればなと思いまして、私のアカウントで放送しませんかという、この Zoom 対談ライブね、よくお勧めするんですよ。すぐに出なくてもいいです。別に数ヶ月後でも全然構いませんのでね、それは松潤さんのペースでお考えいただければと思いますので、ちょっと頭の隅に入れておいていただければと思います。それではこれからもよろしくお願いします。